急性アルコール中毒は短時間に多量のエタノールを摂取することによって生じる中毒である。急性アルコール中毒の症状は血液中のアルコール濃度に比例して誰もが陥り意識を喪失し死亡する。かつての医学用語ではアルコール依存症のことを慢性アルコール中毒と表現されることもあるが本状態とは異なる。継続的なアルコールの使用による影響については アルコール飲料の効を参照。なお、純度99%エタノールのルドロは、人で 1400mg、kg に設定されている。アルコールは大脳を麻痺させる性質を持っている。アルコールを摂取すると、麻痺は大脳変炎部から呼吸や心臓の働きを制御する脳幹部にまで進み、最終的には生命維持に関わる脳の中枢神経までも麻痺。 させてしまい、呼吸機能や心拍機能を停止させて死に至る。血中アルコール濃度が0.4%を超えた場合、1から2時間で約半数が死亡する。急性アルコール中毒患者の45%は20代の若者で、2、三が男性、1、三が女性である。常実のように、急性アルコール中毒は、エタノールによる脳の麻痺が原因であり、 その症状は摂取したエタノールの量と血中のエタノール濃度に比例する。急性アルコール中毒の発生は、このお酒に強い体質とお酒に弱い体質とは関係がない。あくまでも血中のアルコール濃度、つまり飲んだアルコールの量に比例し、誰でもが陥る急性中毒である。なお一般的にエタノールの体内での代謝過程で生成される。 アセトアルデヒドのフラッシング反応の有無を指し、お酒に強い体質と、お酒に弱い体質と定義する場合がある。通常、飲酒すると、ほろ酔い気、明定期、泥水気、昏水期という順で、徐々に血中アルコール濃度が上がるので、本人も酔ってきたという自覚がある。また、飲みすぎると、足元がふらつく、吐き気がするなどの症状も出るので、自分自身である程度は、 飲酒量をコントロールできる。しかし、飲酒開始から血中アルコール濃度の上昇までには時間差があるため、短時間で大量の酒を飲むと酔っているという自覚なしに危険な量のアルコールを摂取してしまうことがある。この場合、愚弥機、明景期を飛び越えて一気に冷水機や昏水機に到達してしまう。飲み始めてから1時間以内に冷水状態になった場合、 および狩猟として、1時間に日本酒で1升、焼酎で 1080ml、ビールで10本、ウイスキーでボトル1本飲んだ場合は、急性アルコール中毒が強く疑われる。放置すると死亡するため、こういった飲み方は絶対しないこと。エタノールの急性中毒に解毒薬はない。したがって、病院では対症療法として強制事尿を施して、 エタノールを体外に排出させることを目的とした治療法が行われていることが多い。しかし、有液によってエタノールの体外排出が早まることはないし、急性アルコール中毒からの回復が早まることもない。日本中毒学会の公式ウェブサイトにも、急性アルコール中毒での強制利尿の安全性と有効性が確立されていないことが記載されている。回復体位において、 気道確保が最重要視されている。他注意点としては、王としても、自然に流れるように口元を下げ気味にする。血行が悪くなるため、約30分ごとに寝返りを行う、時間の経過以外、病院内外での効果的な対処法は、ほとんどないため、頭と体を横にする回復体位を取らせ、目を離さず、様子を見ることが第一である。その際、 呼吸の確保と体温の維持が留意点である。土砂物で窒息する危険があるので、応急処置の目的で応募させてはならない。急性アルコール中毒が発生した状況において、刑事責任の追及と損害賠償の請求がされる場合がある。例を次に掲げる他にも飲酒に関する法令については、アルコール飲料の項を参照。また繁華街における、 救急要請が頻発しており、消防、病院側の業務を圧迫している。日本酒のアルコール度数、15度、焼酎のアルコール度数、25度、ビールのアルコール度数、5度、ウイスキーのアルコール度数、30度の場合。ペリッツ SR、ケイジザース G、スティール M、バーンズ J、スカフガム PA、イントレビーノス0.9%ソディウム。 クロリドセラピードーズノットリデュースレングスオブステイオブアルコールイントキシケイテッドペーシェンツインザイマーチェンシーデパートメント A ランドマイズドコントロールドトライアル EM ハージーメットオーストレイラズ25 52734ドイ10.1111 1742 17から6723.12151 PMC 425万3317、プミド2430万8613、https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ pmc スラッシュ articles スラッシュ pmc4253317 スラッシュ。1回で、生理食塩水を2 0トル キログラムの常脈内投与観察と観察のみを比較するための一重毛剣無作為対象試験である。144例の救急外来を受診した複雑な合併症を持たない単純な急性アルコール中毒患者で行われた。両軍の血液アルコール濃度は試験開始時には同等であった。試験終了時の血液アルコール濃度は治療軍とコントロール軍で同等であった。 呼吸中アルコール濃度の減少、中毒症状スコア、中毒レベルの変化、入院期間も2軍間で有意差を示さなかった。日本中毒学会の公式 HP の急性中毒の標準治療の強制利尿にすべての急性中毒症例に対してその程度問いと意図は様々であるが何らかの強制利尿を実施しているのが現状である。しかし、 適切な体液管理と循環管理がなされている限り、強制利尿の適用となる物質は限られている。サリーチル酸とフェノバルビタール以外の物質に関する安全性と有効性は確立されていない。一中性利尿、イソニアジド、水溶性バリウムジオ、キノコ類、メプロバメートなどと記載されている。したがって、急性アルコール中毒での強制利尿の安全性と、 有効性が確立されていないことが記載されていることがわかる。ありがとうございます。